俳優の堺雅人が主演、阿部寛、二階堂ふみ、二宮和也、松坂桃李、役所広司が共演する TBS 系日曜劇場「VIVANT」毎週日曜あと9時の最終回が17日に放送され、ラストに流れた映像に登場したある大物俳優らしき人物に注目が集まっている。本編ラストは神田明神に戻ったの木がカオル&ジャミーンと再会を果たすシーン、温かい抱擁を交わす乃木の視線の先には別班の連絡手段でもある赤まんじゅうが置かれておりという意味深なシーンで終了した。